とにかく息をたくさん入れる。音色のことはそこまで気をつかなくていいです、まだ。とにかく息を入れる、この爆音ログトーンというのをやります。とにかく思い切り吹く。バカみたいに思い切り吹く。とにかく息を入れる。で、今、まあ、この真ん中の素、レの音から始めましたけど、まあ、何の音でもいいです。できれば、いろんな音でやるのがいいんですが、今みたいに使い切って、その音で、まず1個目の音でダーッと吹いて、使い切って、吸って、次の音。まあ、この繰り返しですね。で、これ何をやってるかというと、まずこのリードを振動させるということなんです。サクソフォンという楽器はもう言うまでもなく、このリードというね、このリードが振動して音が鳴ってくれるわけですね。なので、まずそのリードの振動が、この簡単に伝って、部屋に伝って、っていう感覚をつかむこと。近所迷惑にならない時間帯に、苦情が来てしまっては元も子もありませんので、ぜひこの爆音ロングトーン、とにかく息を入れる。とにかく息を入れる。何回も言います。とにかく息を入れる。それがこの楽器において、まずベースとして大前提です。